2022、これを見ればよりワールドカップが楽しめる。ベテランから若手まで注目選手を大紹介。それではどうぞ。アルゼンチン、リオネル・メッシ。今回のワールドカップが最後と明言しているリオネル・メッシ。細かいタッチやボディフェイント、多彩なドリブルに注目だ。キリアン・エンバペ。圧倒的なスピードと異次元の活躍を見せるエンバペ。彼の高速ドリブルからのシュートに注目だ。ブラジル、ネイマール。誰もが認める世界最高峰のドリブラー。彼のアイデアあふれるドリブルに注目だ。オラン、フィルチル・ファンダイ。圧倒的なフィジカルを持ち、空中戦でも強く、相手を決して逃さないスピード、そして IQ の高いポジショニングにも注目だ。ベルギー、ケビン・デ・ブライネ。長身でありながら圧倒的なパワーを持ち、アシストから得点まで何でもこなすプレーヤー。あまりにも強すぎる理不尽ミドルシュートにも注目だ。クロアチア、ルカ・モドリッチ。クロアチアの英雄で前回ワールドカップの MVP プレーヤー。彼のアウトサイドから放たれる魔法のキックに注目だ。ポルトガル、クリスティアン・ロナウド。ワールドカップ5大会連続のゴールを決めている超スーパープレーヤー。ゴール前での爆発的なプレーに注目だ。コリア、ソン・フンミン。アジアのナンバーワンプレーヤー。彼のドリブル、パス、シュート、すべてに注目だ。セネガル、サディオ・マネ。セネガルの英雄、彼の爆発的なスピード、そして豪快なシュートにも注目だ。Take me so down.